こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、イケオジが春に買うべき大人服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルの中ではいろんなテーマでですね、動画を作ってるわけなんですが、結構ここ最近はですね、このイケオジ企画も人気で、結構いろんな方に見ていただいてるんですね。このイケオジという言葉もここ数年で聞くようになったと思うんですが、やっぱり気にされてる方も多いかなと思います。30代の頃まではですね、20代のファッションが好きだった子の延長線上でなんとか駆け抜けることができたかなと思うんですが、40代に入ったぐらいからですね、やっぱりお仕事も忙しいし家庭も忙しいので、ファッションに無頓着だとどんどんですね、世間とのズレが出てくる年代かなと思います。これまで着ていたものがなんとなく似合わないとか、しっくりこないとか、なんか古臭いなとか思い始めるのも40代ぐらいかなと思うんですが、この世代の方の中にもおしゃれでセンスのいい方も徐々に増えていってるんですね。それがいわゆるイケオジと呼ばれるような方かなと思うんですが、このイケオジというふんわりとした定義をですね、なるべくこういったアイテムでこのようにコーディネートすれば実現できるんだよというところで、僕の動画の中ではしっかりと解説をしていきたいなと思ってるんですが、今回は春服編ということで具体的に5つのアイテムをピックアップしてみましたので、ぜひ皆さんも今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。なかなかアイテム単体だけではどうコーディネートすればいいのか分かりづらいと思うので、ちゃんとですね、コーディネートに落とし込んだ写真もですね、皆さんにお伝えしつつしっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、イケオジの春服を皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、本編に入る前に改めて復習をしていきたいなと思うんですが、イケオジファッションの僕なりの定義をですね、まず3つご紹介したいなと思います。まず1つ目は全体的にきれいめであるということですね。イケオジということで大人世代の着こなしになるので、カジュアルな方向性ときれいめの方向性で言ったら、ややきれいめよりにですね、軸足を置いた方が僕は大人世代には似合いやすいかなと思いますし、イケオジのテーマにはハマりやすいかなと思います。そして2つ目は色使いですね。ベーシックな色使いもいいんですが、イケオジは色の使い方がとても上手だという認識がありまして、柔らかいベージュ系の色合いだとか、差し色的な綺麗な色だとか、このあたりもうまくミックスしながら華やかさというところを適度に作るというところがイケオジはうまいので、ぜひこのあたりも覚えておいていただきたいなと思います。続いて3点目はサイズ感ですね。これもですね、イケオジというテーマで考えると、トレンド感強すぎると結構ゆったりめのサイズ感になるかなと思うんですが、イケオジというところで40代から50代ぐらいの大人の男性をイメージしていますので、ジャストサイズからちょっと緩めぐらいですね、これぐらいのサイズ感がイケオジには似合いやすいかなと思いますし、タイトすぎない形でうまくサイズ感をバランス取れているのがイケオジの定義になるかなと思うので、ここを踏まえながらアイテムもご紹介していきたいなと思っています。ということで具体的にアイテム1つ目から解説をしていきたいなと思うんですが、やっぱりですね、春のアウターといったらこれしかないかなと思います。今回ご紹介したいのはビューティアンドユースのパーテックスバルカラーコートですね。これは以前も動画でご紹介しているので見てる方もいらっしゃるかなと思うんですが、ステンカラーコートというのはですね、やっぱり大人世代には欠かせないアイテムかなと思います。僕自身は丈の長いアウターよりも短めのアウターの方が好きなんですね。なので今着てるようなものもシャツアウターみたいなもので、大体お尻の半分ぐらい隠れるものが好きだったりしますし、あとはカバーオールだとかそのあたりが好きでよく着るんですが、やっぱり第三者視点でいろんな人を見ていると、ある程度丈の長いコートを着てる方が素敵には見えやすいかなと思いますし、綺麗で大人っぽさは出るかなと思うんですね。これなぜかというと、世の中の大人の男性ってやっぱりカジュアルめの着こなしをしている方が圧倒的に多いんですね。スポーティーなアウターだとか動きやすいものだとか、そういったものを着てる方が圧倒的に多いので、短丈のアウターの方が圧倒的に多いんですよ。そうなると丈の長いコートを着てるだけで一定の綺麗さも出ますし、人との違いが出やすいので、その結果おしゃれに見えやすいんですね。ですのでイケオジを目指すのであれば、ロング丈のコートは必須になってくるかなと思うんですが、その中でもこのパーテックスバルカラーコートに関しては割と丈の長さが長すぎないんですね。グリーンレーベルにも同じようなステンカラーコートがあるんですが、こちらのビューティー&ユースの方がやや着丈が短めですっきりとした印象なんですね。よりベーシックな路線に近いというのはちょっと意外性があるんですね。ビュー
ューティー&ユースとグリーンレベルだと、やっぱりビューティー&ユースの方がブランド名からも想起できるようにちょっとカジュアルで若めの印象があるんですが、このステンカラーコートに関しては割とビューティー&ユースの方がジャストサイズ目なので大人の男性にはより似合いやすいかなと思います。色はですね、いくつかバリエーションあるんですが、一押しはベージュです。これは柔らかめのカラーで大人の男性にバチッと似合いやすいので、ぜひ第一候補として見ていただきたいんですが、第二候補はオリーブですね。この色合いもすごく綺麗で、まあオリーブというとちょっとミリタリーっぽいようなイメージで野暮ったさも漂うような色合いなんですが、このオリーブに関しては割とクリーンに見えるような華やかさのあるオリーブなので、着るだけですごく綺麗めに見えますし、人との違いも出しやすいかなと思うので、結構ですこのオリーブもいいんじゃないのかなと思います。なのでベージュはオリーブというところで考えていただきたいんですが、もしベージュを着る場合はですね、このコーディネートをそのまま参考にしていただきたいなと思うんですが、内側には丸首のニットを着て、そしてボトムスはブラックですとかネイビー系のパンツで引き締める、そして足元はまあ結構何でも合うんですが、白系のレザースニーカーからもしくはニューバランススニーカーとかでも合うと思うんですが、このような全体的にきれいめなコーディネートにまとめるとイケオジにはすごく相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、先ほどのロング丈のコートもいいんですが、もうちょっと暖かくなってきてロング丈のコートよりはもうちょっと軽快にアウターが着たいなという場合は、こういったシャツとアウターの中間的な位置づけのアイテムがあるとすごく便利かなと思うので、今回皆さんにご紹介したいのはこちらですね。プラステのプレシャスドライオープンカラーシャツかっこ長袖ですね。このアイテムはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ちなみにイケオジという定義で考えるとユニクロですとか GU 無印このあたりもいいんですが、ちょっと価格帯を上げて質感の良さだとか、あとはですね、人と被らないようにちょっと差別化することも大事かなと思うので、いつもはユニクロをご紹介してますが、今回はプラステの中から選出をしてみました。まあ、こちらのアイテムに関しては僕が今着てるようなシャツアウター的な立ち位置に近くて、作りに関しては割とアウターっぽい感じなんですが、素材の厚みだとかデザインに関してはシャツのようなディティールを取ってるので、ちょうど中間的な立ち位置のアイテムになってるかなと思います。まあ、3色展開なんですけど、個人的にはシャープで使いやすい05のグレーですね、こちらをおすすめしたいなと思います。まあ、ブラックだとちょっと重たくなるのでグレーをおすすめしたいんですが、襟元はオープンカラーになっていまして、ボタンを閉めてもですね、下に T シャツなんかを着た時に程よく見せることができますし、個人的には前は閉めずにですね、下にちょっと綺麗な色の T シャツとかニットを着ながら前は開けて羽織物感覚でアウターっぽく着てもらうとすごくバランスがいいのかなと思います。普通のシャツと比べるとやっぱりですね、アウターっぽいデザインになってるので、胸元には左右対称に大きめのポケットがついてるんですが、このおかげでデザインのアクセントにもなってますし、アウター的な見え方もするので1枚持っておくとこれはすごく使い勝手がいいかなと思います。でサイズ感もですね、レギュラーフィットに少しだけゆとりを加えてるぐらいなので、やっぱりこのあたりはプラステらしいアプローチだなと思ってまして、ユニクロよりは少しトレンド感はあるんだけども、大人っぽさを損なわないようなサイズバランスになってますし、素材もですね、ちょっと凹凸感のある麻のような雰囲気に見えるような、そういったポリエステル素材を使ってまして、平坦に見えないようなバランスのいい仕上がりになってるんですね。まあ、ストレッチもしっかり効いてますし、吸水速乾性というところも含めて使い勝手のいいアウターになっているので、これは非常におすすめしやすいアウターかなと思います。ちょっと肌寒くてきれいめに過ごしたい場合はステンカラーコート、暖かくなってきてライトに羽織りたいんだったらこちらのような長袖のオープンカラーシャツ、この2つのアウター的なものを持っておくとすごくイケオジとしてはですね、心強いかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、内側に着るようなトップスですね。このあたりを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、今回選出してみたのは、いつもだったらこの位置にはニットが来るんですが、まあ春なので、もうちょっとライトなトップスがいいかなということで、こちらですね、ロンティーをご紹介したいなと思います。グリーンレベルのスパニッシュピマミックスクルーネックカットソーですね。こちらのライトブルーの発色がすごく綺麗だったので、ご紹介ができればなと思っています。まあ先ほどもお伝えしましたが、やっぱりですね、アウターの内側に着るトップスとしては圧倒的にニットが使いやすいんですね。ニットというのは中2カットで使いやすいですし、あとは色味もですね、展開が結構広いんですね。ベーシックなブラック、ネイビー、グレーとかそのあたりもありますし、またちょっと綺麗な色でグリーン系だとかブルー系でも明るい色だとか差し色っぽいものも結構ニットにはあるんですが、一方でロンティーになると結構ベーシックなカラーが多くて、綺麗な色ってほとんど見つからないんですね。
白だとかオフホワイトだとかグレーだとかブラック、このあたりが主流になっていまして、ちょっと華やかなものないかなと思うとボーダーのカットソーとかそんな感じになってしまうんですが、その中でもこちらのですねロンティに関してはサイズ感はジャストに近い形で大きめに振ってないんですね。このあたりも含めて大人の男性には使いやすいかなと思います。ですのでジャストサイズで着てもらうか、ややトレンド感を出したいとか、あとは体型的に少しぽっちゃりの方はワンサイズ上げて着るのもいいかなと思うんですが、ジャストサイズで合わせやすいということ、あとは色合いですね、まあ、こちらもカラー展開としてはホワイトですとかダークグレーがあるんですが、このロンティーに関してはもう一押しはライトブルーになりますね。表面にはスペイン産のピマコットンを使ってまして、尾光沢があるんですね。しかもハリ感があるので T シャツなんですけども、きちんと感がしっかりと出るというところも非常にバランスがいいかなと思います。あとはネック部分も結構細めに仕上がってるので見栄えもすごくきれいめなんですね。なんだったらこれをセットアップに合わせても様になるぐらいですね、すごく綺麗な仕上がりになっているので、大人の春トップスとしては非常にありがたい存在かなと思います。本当に今回ですね、綺麗色のロンティってないのかなと思っていろんなサイト検索したんですが、まさにこれがイメージ通りのアイテムだったので選出してみたんですが、先ほどご紹介したステンカラーコートだとか、もしくはオープンカラーの長袖シャツだとか、そういったもののインナーにちょっと差し色的に使ってあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、これは名作だなと思います。ボトムスはブラック系も合いますし、ダークグレーだとか、あとはインディゴブルーとかデニム系にも合うので、結構ですね癖なく使えるかなと思うんですね。春も使えて秋も使えて冬のインナーとしても使えるかなと思うので、1枚持っておくとすごく便利な発色のいいロンティーですね。こちらもぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、ボトムスに着たいなと思ってるんですが、結構ですね僕の動画の中ではやっぱりもう定番的な位置づけでスマートアンクルパンツだとかアーバンスラックスだとかオルマイージーパンツだとか、いわゆるですね腰の部分が楽なんだけどもテーパードが効いていて綺麗なブラック系のパンツをおすすめすることが多いんですね。すでにこのあたりは持ってる方多いと思いますし、そうじゃなくて大人の大定番のデニムを履きたいという方も結構いらっしゃるかなと思いますし、リクエストも多いんですね。ただ結構デニムを選ぶのが難しいんですよ。これなぜかというと、昔に比べるとデニムってそんなにですね売れづらいのが現状かなと思うんですね。しかも結構若い世代のデニム使いとしてはワイドシルエットに振っていて、色もですね結構しっかりめに落ちてるものとかを履く方も多かったりするんですね。一方で大人世代がそれ履いちゃうとだらしなく見えたりだとか、なかなかバランスが悪くてですね、そうなるとなかなかですねおすすめしやすいデニムって出てこないんですが、その中でも最近いいデニム見つけたので僕も実際に購入したんですね。で今回ご紹介したいデニムっていうのはこちらですね。またグリーンレベルになってしまってなんか回し物感が出てしまって、その点はすごく懸念してるんですが、なんだかんだ使いやすいものが多いんですね。今回ご紹介したいのはシグネチャーデニムスリムテーパードデニムパンツですね。これちゃんと自腹で購入をしました。これカラー展開が3色あるんですが、僕がですね今回おすすめしたいなと思ったのがですねブラックなんですね。ブルーデニムってやっぱりですね街で履いてる大人の男性めちゃくちゃ多いんですね。で僕ら大人世代ってなんだかんだで細身のシルエットのものが流行ったので、細くて適度に色落ちしてるデニム履いてる方が非常に多いんですよ。そうなると差別化ができないのと、やぼったく見える可能性も増えてしまうので、あえてこちらのブラックですね、シャープに見えるブラックで、だけどもいわゆる黒デニムと言われるようなものではなくて、ちゃんとデニムのですねムラ感はあるんだけども色はブラックというのが、これすごく使いやすいなと思っています。でシルエットなんですが、こちらは写真見ていただくと分かる通りワイドではないですし、かといってスキニーですね、これでもないわけですよ。スキニーはスキニーで僕ら世代にはなかなか難しいです。なぜかというと今旬ではないっていうのもありますし、あとは細すぎて体のラインを拾ってしまうのでムチムチ感が出てしまうんですね。そういった意味ではスリムテーパードぐらいがすごく使いやすくて、もも周りには適度にゆとりがありますが、膝から下テーパードが効いていてすごく大人っぽく合わせられるというところではシルエットが綺麗なんですね。これ見ていただくと分かる通り裾幅も割と狭めで、膝から下テーパードが効いてるのですごく使いやすいです。そしてブラックベースなので従来のおじさんっぽいデニムにもならないし、シャープさも兼ね備えているというところではまさに今イケオジを目指すには最適のデニムだなということで、
思わず買ってしまいました。正直僕自身がこういったものを履くかというと、やっぱりトレンド感のある着こなしが好きなのであんまり使うことはないんですが、40代50代の方でベーシック志向の方、イケオジを目指す方にはすごく使いやすい一本だなと思うので、これは今後の動画の中でもガンガン使っていきたいなと思っています。先ほどご紹介したステンカラーコートにも合うし、シャツアウターみたいなものにも合いますし、あとはロンティーなんかで合わせてもらってもデニムではあるんですけども、シルエットが綺麗でなおかつブラックなのでカジュアルに見えすぎないんですね。このあたりも含めて久々にですね、いいデニムを見つけたなと思ってるので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。素材はですね、もうデニムといったらここっていうぐらい有名な貝原社製のものを使っていて、クオリティの高さというところもちゃんと担保されてますし、コットン 100% ではなくてポリウレタンも混合されているので、適度にストレッチ感もあるんですね。もう僕自身も機能的なパンツに履き慣れてしまっているので、今更ですねゴリゴリに硬いデニムを履くのはなかなかしんどいなと思うんですが、このあたりはちゃんとストレッチも効いているので、久々にデニムを履く方にとってもその点も嬉しいかなと思います。意外と探しても見つからないような絶妙なデニムのシルエットと色合いなので、ぜひ皆さんイケオジを目指していてブラック系のパンツに飽きてきただとか、ちょっとバリエーションを出したい時にはこちら超使えると思うのでチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は足元ですね。どういった靴を履けばいいのかというところで、今回ご紹介したいのがですね、いつもですねイケオジの時にも僕はですね白系のレザースニーカーとかブラック系のレザースニーカーをおすすめすることが多かったんですが、まあ、確かに履きやすくて大人にはすごく合いやすいのがレザー系のスニーカーかなと思うんですが、それを挙げるとですね必ずコメント欄でローファーはどうなんですかっていう形でお尋ねいただくことが多かったりするんですね。確かにローファーはめちゃくちゃ合います。今回ご紹介しているスタイルだとか、あとはイケオジの着こなしの中にはローファーって僕は間違いなく合うかなと思うんですが、ただですねビジカジで使うようなちゃんとしたローファーだとやっぱりですねちょっと足元だけが浮いてしまったりだとか、履き心地の面でスニーカーに慣れきってとなかなかしんどかったりするんですね。僕も今手元にローファーありますが、これはですねいわゆる本格派のローファーなので革底だったりしますし、なかなかですねこれをカジュアルで履こうっていうテンションにはならないんですね。まあそういったものを皆さんにやっぱりローファーって合いますよっていう形でおすすめするのもなんかちょっと気が引ける部分があって、どうにか履き心地のいいローファーってないのかなというところで検索をかけたところ一足見つけたんですね。その結果またグリーンレベルになってしまって本当に申し訳ないんですが、こちらですね GH バスのグリーンレベル別注のですねローファーですね。これがまさにですね使いやすいような一足になってるかなと思います。アッパーのデザインを見ていただくとですね本当にローファーなんですよ。特にブラックを見ていただくと本当にベーシックなペニーローファーになっているので、ビジネスでにも使えそうなイメージなんですが、これどこが違うのかというとソール部分なんですね。ここがデッキシューズに使われるようなソフトなものを使っているので、履き心地が普段のこういったガチガチのローファーに比べるとだいぶソフトなんですね。僕もこちらのシューズに関しては試着をしたことがあるんですが、従来のこういったローファーよりも圧倒的に履きやすかったので、さすがにスニーカーほどとは言いませんが、スニーカーとローファーの間ぐらいの履き心地は実現できるので、これだったらオフで使うのも僕はバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、色に関してはブラックと、あとはですねスウェードのダークブラウンがあるんですけども、これがなかなか選択肢としては難しいかなと思います。どっちを合わせるにしても先ほどご紹介したようなデニムですね、相性いいんですよ。ちょっと合わせてみましょうかね。まあ、こういった形でブラック系のデニムに対してブラックのローファーというのはつながりもいいですし、足長効果もあるので、まあ、すごくバランスよくはまってくるかなと思います。まあ、ブラックを選ぶのであれば結構セットアップのスタイルだとかビジネスカジュアルだとかでも使ったりすることができるので、そういった点でもブラックは使い勝手最高にいいかなと思います。一方でダークブラウンのスウェードに関しても使い勝手めちゃくちゃ良くて、まあ、こちらの写真を見ていただくとまさに先ほどのデニムとですねスウェードのローファーを合わせてるんですが、すごくバランスがいいんですね。間をこう白ソックスなんかで
合わせてもいいと思いますし、まあちょっと従来のイタリアっぽいような素足っぽく見えるようなソックスを履いていただいて景観に合わせるのも、まあ大人のイケオジスタイルであればありなんじゃないのかなと思うんですが、結構このダークブラウンもデニムとの相性がいいので、どっちを選べばいいのかはなかなか難しいとこかなと思うんですが、履き心地の良さと使い勝手の良さを含めてすごくこれがバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、老舗の GH バスが作ってというところで、まあ、安心感もありますし、まあ、デザイン的にもベーシックなので、割と一足あればローファー使いとしては非常に使い勝手がいいかなと思うので、まあ、一足あったらめちゃくちゃ便利かなと思うようなシューズなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思います。まあ、ちなみに素材感でいうとスウェードというのはどうしても秋冬のイメージがあるんですね。なので決して春夏は履いちゃいけないってことではないかなと思うんですが、あんまり季節感出さずに年間履きたいのであればブラックがいいかなと思うんですが、まあ、カジュアルな感じが出したいのであればブラウン系のスウェードもすごくデニムとの相性がいいんですね。僕もスウェードのローファー大好きで、結構前はですねジーンズと合わせることが多かったんですね。この相性は鉄板なので、ぜひ皆さんも気になる方ですね、合わせの中に使ってみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではイケオジの春服5000というテーマでお届けをさせていただきました。通常の動画に比べるとちょっと価格帯が高めのですね、セレクトショップのオリジナルだとか、あとはですねユニクロよりもちょっと高いプラステだとか、このあたりを中心にですね選出をさせていただきました。というのもやっぱりですね40代50代の世代でイケオジを目指すのであれば、人との違いだとか色の綺麗さだとか素材の質感の良さだとか、このあたりも重要になってくるので、そうなるといわゆるユニクロ、GU、無印良品、このあたりからちょっと離れて価格帯を上げてみるのが僕はバランスがいいかなと思います。ですので、まあ、このぐらいの価格帯を今回ご紹介したんですが、まあ、もっと高いものもたくさんあるんですね。ですのでそういったものをご紹介するとなると、まあ、選択肢も広くなってくるんですが、そこまで高価格帯になると僕のチャンネルのコンセプトとそれまたちょっとずれてしまうんですね。なるべくおしゃれをいろんな方に楽しんでいただきたいということで、背伸びをしてなんとか手が届く価格帯というのがまさに今回ご紹介したようなラインナップになってくるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね今回の動画参考にしながらイケオジを目指していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなちょっとツー向けなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドですね、このあたりに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしてますので、気になる方はですねこちら動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんに配信をしています。僕が私物として買ってるものとかもどんどんご紹介をしていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。